はい、失礼します。これより2014年流利王バトル in 城西予選会を始めさせていただきます。今回、B ブロック第1試合の進行させていただきます斉藤です。よろしくお願いします。それでは最初に撮影についてご案内いたします。予選会記録のため室内にビデオを設置して撮影を行います。発表者以外の方は残念ながら背中しか映りませんが、カメラを回させていただいていることをご了承ください。また、本日発表予定だった加藤さんにつきましては、諸事情により欠席となります。さて、今回のビブリオバトルの挑戦者は20名1ブロック5名ずつの計4ブロックに分かれてのバトルとなります。会場はここグループ学習室と2階視聴学室の2カ所に分かれ、それぞれの会場で第1試合第2試合を取り行われます。チャンプは各ブロック1名ずつ選出され、計4名が城西大学の代表として、地区決戦と進出します。その地区決戦でさらに勝ち進むと、ビブリオバトル全国大会への出場となります。また本日チャンプに選ばれた4名とゼミ代表で参加されている4名の方は11月の駒祭にも出場が決定しています。人数枠の調整のため準チャンプの方が駒祭に選出される場合もありますので、駒祭では、城西大学のチャンプの座をかけてバトルをしていただく予定です。それではここでビブリオバトルについて簡単に紹介します。ビブリオとはラテン語で書物。もともとは京都大学の研究室で行われていた書評ゲームで、今では全国いろいろな団体で開催されています。ビブリオバトルのルールは簡単、こちらをご覧ください。とてもシンプルですね。発表は5分間、終了1分前にベルが鳴り、5分経つと再度終了のベルが鳴ります。そのまますぐに質問タイムに入ります。ディスカッションは2分間となります。質問するときは座ったままでいいので、手を挙げ大きな声でお願いいたします。発表者以外の他の発表者の方も質問はできます。ではここでビブリオバトルの規定によりレギュレーション10項目の約束を読み上げます。1. 本やエピソードを紹介するための小道具の使用は認める。 2. レジュメの配布は禁止とする。 3. 読み上げレジュメの持ち込みは禁止とする。ただし本へのメモ書きや付箋の添付などは認める。 4. パワーポイントやキーノートなどのプレゼンテーションツールの使用は禁止とする。 5. 発表者は必ず5分を使い切る。 6. 発表後のディスカッションでは発表内容の批判をするようなことはせず、発表内容で分からなかった点や、追加説明、どの本を一番読みたくなったかの判断をするための材料について聞く。 7. 投票の基準はどの本が読みたくなったかであり、知り合いや身内という理由で投票を行わないこと。 8. 司会者は投票に参加しない。 9. ただしチャンプ本が複数となった場合は決選投票を行い、その際は司会者も投票に参加し、司会者の票を2分の1票にして加える。10. 同一人物が異なる主催団体の予選会に複数参加することは認める。ただし、すでに他の予選会でチャンプ本を獲得したものは除く。以上の10項目となります。最後に投票の仕方についてです。今皆さんの手元に配布されている、こちらが投票券となります。
投票は、4名全員の発表が終わった後で行います。私が1冊ずつ本のタイトルを読み上げていくので、全員の発表を聞いた中から一番読みたくなった本に、この投票権をあげてください。発表者にも投票権はありますが、自分以外の人に投票してください。基本的にこれはゲーム、堅苦しく考えず発表者も会場の皆さんも存分にお楽しみください。それでは、今からビブリオバトル第1試合を始めたいと思います。